未来を感じます。うん、あとは、そこにこう集まるママさん、パパさんは、うん、企業主導型ファンということですよね。そうですね。うん、その認可と、企業主導型っていうものの決定的な違いが分かったらば、企業主導型の好きになっちゃうでしょう。はい。うん。そういうようなね、なんかちょっとファンを集めるっていうような活動に近いような気がしててですね。うん。パパ、ママが知らないでいたらば、やっぱり情報って得な情報いっぱいありますからね。うん。まあ、得っていうといやらしく聞こえるかもしれないけど、便利な情報。うん。うん、どう考えても、園探しってちょっと負担がある工程がちょっと面倒くさいみたいな、はい、それが認可のイメージって思ってるでしょ、うん、だから企業主導型はすんごくすっきりとした、お問い合わせから入園までのね流れができているというところをまず知ってもらったらきっとファンになってもらえる。だって中身同じことやってるじゃないですか、はい。まあ、先日リリースありました通り、いずれ補活がオンライン化されるってことでもニュースにもなってますし、まあ今から1年半ぐらい時間かかるようなので、こちらもオンライン化すでにしておりますので、お申し込みは非常に便利なところで。そのリリースされた1年半後の園情報のサービスっていうのは厚生労働省、まあ単純に子ども家庭庁が発表してまして、子ども家庭庁か、そっちは、うん、申し込みがオンライン化されますって、今窓口で紙でやってる作業をオンライン化するって話なので、うんうんうん、まあ、本当に使いやすいものかどうかは分かりませんが、保護者向きに、はい、保護者向けにオンライン化するっていうのを発表されてます。そうなんです。これね、結局紙に書いて、うん、でそれを申し込んだらば、その紙をまた入力する職員さんが必要で、うん、これどう考えたって最初からデータで入力したら人手がサクッといらなくなるじゃないですか、はい、うん、ここら辺って、まあ、利用者が便利だって感じる部分よりも実は、ね、行政改革の意味ですよね、うんうん、やっぱ紙から手入力して、しかもエクセルとかに入れてるんじゃないですか、はい、そこもこうデータのマスター作ってさ、うん、きちんとデータベース化すると生きてくるんですけどね、はい、うん、多分エクセルかな、うん、今は、うんうん、そうするとその1年半後っていうのは、うん、まあ、期待はして待とうと思いますけど、はい、いわゆる、認可保育園用っていうことですよね、はい、うん、ですね、うん、で企業主導型用っていうのはリリース発表ないですよね。まあ、おそらく全て一括してやるようになると思うので。あ、同じか、子ども家庭庁だから、じゃあぜひですね、ここで1年半のアドバンテージで、はい、うん、皆さんに、一番使いやすいよと、うん、言っていただける機会にしたいですね、はいはい、皆さん、そうだな、今年の4月以降は、仙台6丁目、はい、星空の方の定員数はどうですか、はい、19分の18で0歳児は1名まだ募集しておりまして、はい、やはり今すぐ入りたいという方向けに、あ、今もう入れる。4月から入れる方を優先して、はい、募集はしておりますので、はいはい、ということです。最新のですね、募集枠になります。これはもうやっぱり定員はもう決まっちゃってるから、はい、それ以上は、決まりがあって受け付けられなくなりますので、はいはい、0歳1、はい、あとお一人待ってます。はい、まあ、今仙台の近郊ですと、大手の転勤、うん、やっぱり動きがこの3月になってね出てきてると思いますので、はい、遠方からね仙台の、お住まい探して、そして保育園探しているという転勤でいらっしゃる皆さん、ぜひですね、YouTube でここまで出しているのは6丁の目星空だけだと思いますから、はいはい、ぜひね、まずこの一枠ぜひ0歳児の、パパママにね役に立ちたいと思います。お待ちしてます、はい、ぜひ補活の窓口からお申し込みくださいそうだね、星空はもうポチッとできますからね、はい、試してみてほしいなと、はい、確かにね、電話してくださいとかだと、うん、ちょっとね、なんつうんだろうな、苦手な人っているじゃないですか、はい、うん、初対面の人と電話するのちょっと苦手とか、うん、
うん、あと折り返しかかってくるのも自分の生活の中でさ何時か分かんないと困るからさ、うん、やっぱり電話ってね非常に人の時間を奪うことになるんで、うん、包括の窓口だとちゃんと、テキストでのやり取りができる、はい、だから、人のね、生活を乱しませんということにもなってますので、うん、今っぽいのはそうだよね、うんうん、っていうような考え方でやってますので、まあ、さらにこれから利用者さんがね円も増えて利用者さんも増えて、うん、さらにさらにいいものにしていきたいなと考えてます、はい、よしと。じゃあ、今回は円の方に、今ご案内が行っておりますので、はい、それを待ってる段階ですが、これってなんかあの宮城県とか仙台市とかそういうところもこの PR 一緒に協力してくれないんですか。一応出しましたんですが難しいってことで、あ、単独で動くことになりました。こういうのってその民間企業をなんか優遇するみたいなことできないみたいな言い方をするけども、はい、あの利用者さんのためを思って考えているっていうね見方してくれたらば、うん、なんかこういいこといい結果出せそうな気するんですけども、極論ですけどそもそも行政サービスである方が好ましいっていうものなので、あ、もともとね、もともとは行政が作ればいいんじゃないかって私は思っていて、うんうん、おそらく利用する保護者さんたちも同じ意見で、うん、まあ大変な思いをしてるっていうのに気づいていただけないで、うん、実際に調べたらそれはまだ作る状態になってないようだから民間が動いちゃったっていうことなんですよ、はい、ね、だって今もうすでに赤ちゃんを抱えて困っているっていう人が実際にいるわけですから、うん、で去年までは電話何本もかけて大変な状態がね手に取るように分かったと、うん、っていうことをすぐにもねやっぱり解消してあげられるようにということで今年2024年サイトオープンしておりますので、そちらに今じゃあ星空とあともう一つも仙台のところですか。はい、そうです、はい、じゃあ今仙台の情報はあの2件ありますので、そちらの方ぜひねパパママ利用して見学してみてほしいなと思います。はい、どうだろう、保活の窓口については、うん、あと PR ありますか。保育施設の皆様にまもなくお電話にて営業、登録の営業ご依頼してみようかと思ってます。はい、ぜひ皆さんあの手元にねレターパックで届いているものです、はい、そしてあの内容がもし不明なところあったらば説明させてもらうし、ぜひ皆さんでご利用くださいという無料のサービスの案内ですので、はい、ぜひですねご検討いただきたいというお電話です、はいはい、お昼休み時間を外してお子様起きないように配慮した上でご連絡いたしますあの電話になると結構園の皆さん大変なんですよね、はい、そこいらへんもあのただの営業マンがかけてくるのと違って園を運営している人間が、そのご案内を出すということなので、なんとなくその相手方が手に取るように想像できちゃうわけでしょ、うん、そういうようなね、気持ちが通じ合うような仲間作りさせていただけたらばいいなという保活の窓口のコンセプトです。どうぞ説明読んでいただいてお電話で、説明も補足させてください。遠藤君もかけるんですか。いえ、あ、女性スタッフが電話します。女性の方からですね、はい、ということで、皆さんの方にさらにさらにご案内を充実させていこうという3月の段階です。十分かと。十分ですかね、はい、はい、それでは皆さん今後もですね企業主導型の保育、みんなにこれだけ便利だよという情報をどんどん出していきますので、ぜひまた見てくださいね。よろしくお願いします。お願いします。